昆布ですか、うちは昆布入れて、椎茸入れて、これが実際2日間寝かせた生地になります。こちらが当初もう20年以上前からもずっとこんな感じで和紙で踏んで作る製法でやってきたんで。あ、そうなんですか。はい、こちらも今優れた機械がいっぱい見せるみたいですけどね、やっぱり手で作れることは普通だと思いますよね。まあ、一緒に働いている人間、働こうとしていた人間の名前を一文字一文字つけて対象にしたのと、まあね、コロナもあって勝ちたいねって気持ちで対象をつけたのと、まあ、パチンコ屋が近くにあるんで引っ張れるかなと思って乗っかろうかなと思ってそっちでパチンコ屋さんで買ってこっちに来てくれる、まあ、乗っかろうかなと思ってちょうど対象の名前ではなくて一緒に働こうと。そうそうそう、そうですね、最初の初期メンバーで。そうですね、名前をもらランチやってるんですよ。ランチの、うん、ランチセットが、ランチセットがもうかなり多いんですよね。出るの、もう普通の動画館とかもランチセットの店みたいになっているぐらいに。ランチセットは何が出てるんですか。ごぼうとカシャご飯のセットも出るし、あとカツ丼とミニうどんのセット。この2つがもう一番のメインですね。うちは。
かなと筋トレになりますよでもまあそれでもやっぱりこう手ごねを続けるのはやっぱり好きだからの一点ですかね。ですね、はい、さっきのこの一塊が5キロなんですよ、はい、6キロ5キロの粉に水が入っているから大体7キロぐらいなんですね、はい、生地としては、はい、その、まあ、1.5 1本と半分ぐらいですね、大体平日で使うので土日で2本ぐらい、うん、で一番好きなのスペシャルスペシャルうどんっていうのがあ全部もりもりいろいろついてるんですよ、エビ天とかエビ天、ごぼう、わかめ、きつね、うん、
いっぱい入ってる、いっぱい入ってるうどんが、はいはい、お得やないですか。そうですね、欲張りうどん、欲張りうどん欲張りうどんです、はい。いらっしゃいませ。何うどん？これが大正うどんですね。Thank you.